橋のワンピカード大会結果発表11月編はいどうもこんにちは、高橋です。今日も元気に来ました。さあ、今月もやってまいりました、この季節が。はい。もう12月ですけどね。もう12月になりました。要は集まられる機会がなかったんで、ちょっと。撮影日すら12月ですかね。そうなんです。まあ、今月ちょっと月末だったんですよ。11月末に2個ポンポンと行ったんで、だからどうしてもちょっと今日なっちゃったんで、はい、多分この動画が上がってるのがね、はい、ちょっと12月入ってからちょっと経ってるかもしれないですけれども、11月の大会私ね、11月もやってきましたので、はい、その発表をしたいと思いまーす。最後まで見ていってください。はい、それでいきましょう。お願いします。はい、ぜひチャンネル登録お願いします。いろんなワンピカードの動画も上げてます。一緒に楽しんでいければ嬉しいです。お願いします。はい、今月はですね、まあ特に大きい大会とかはない期間でございました、はい、11月、で、いつもと同じブラックシップ一、つ当選してましたんで、一、箇所だけ行ってまいりましたのと、あとスターバスターバ、で、まあ今回はですよ、まあ一個が相変わらず北関東の店舗なんですけど、いつもの店舗が開催されてなくて、なんかだから別店舗だから初めて行く北関東のところだったんですよ。広めの店の、お店自体は正直そのいつも行ってるところかは狭かったかな。ただ64人規模だから、その当選確率的にはまあまあいいかなと思って、だからでもいつもより奥地行ってますから、ちょっと遠い、いつもの駅より奥のちょっとね北関東行ってきました。で、それがまあフラッグシップね、で、まあスターバーその後行って、まあこれはまあ都内ですね。まあ順序的に言うとフラッグシップ行ってから、スタバだったんで、まあその順序でいきますよ今日はね。はい、じゃあまずフラッグシップっていうのがどういうイベントかね、まあおさらいですけれども、今月の景品は前回と一緒、1位がカイドで、ベスト8が芸人ですね、で64人だと倍になるんで、2位まで入ったらカイド、16位まで入ったらリン、っていう形でございます。はい、その大会ですよ。で、まずね、ちょっと大会結果の前にその当日の俺の話して、もうめんどくさい人を飛ばしてもらいたいんですけど、じゃあ皆さんね、飛ばしていただいて、皆さん一人くらい我々も コミュニティ攻めるよ。セブルーム行くの行かないで、ちょっと聞いて君たちはせめて。いや、いつもね、その行ってる店舗とは違う店舗だったわけだから、で、そこもまあ一応64人だから、まあ当選はしたわけよ。で、まあそのいつもと同じテンションで行ったんだけど、あれよかったら今日違う店舗だと。私は道がすごい苦手なものでして、で、まずそもそもその日まず寝坊したんですよ。やばいよ、やばいよ。もう出る1分前に起きて、やばそんなことある。何時ぐらいの話？8時。まあまあまあ早いっちゃ早いな。まあまあそうね、だからね、YouTuber からしたら早いね。だから言うて電車でさ、まあ2時間かかるかかんないけど、結構かかるから北関東だから、だからまずもう何、駅までもう大会前なのにまず呼吸やられます、この肺がここ焼ける、もうで、まあなんとか電車、ああ間に合った、よかった、間に合う、わあよかった、電車乗った、よかった、わあよかった、で、まあガタンゴト行くわけよ、数時間よ、乗って、で駅着きました。でもその時間で俺もピッタ電車だったの、一本前じゃない、もうピッタ電車、まあ別にいいじゃん、ピッタ電車でしょ、はい、お腹痛くなります。やばいかもしれない、これはもう着く10分前ぐらいからお腹痛くなって、やばいかもしれない、でもしないわけいかないから駆け込みます、おらーして、おらーうわーして、まあ速攻出ました、で、おっしゃ間に合う、うわー走りました、逆方向っす、やば初めての駅だから、地図上だったら多分こっちだろうと思ってそっち走ったの、とにかく、で、そしたらどんどんマップ上がなんかさ、どん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 離れていくから、そうね、それそれ、マップ離れていくのが分かるよね、マップ壊れてるのよ、マジで。ちょっとでもさ、正解だよ、たまにあんじゃん、あのさ、あの iPhone のさ、たまに位置上ずれるじゃん、最近でも結構優しいイメージあるよ、地上出れば大丈夫だよ、地下じゃなければ。嘘、まあ俺それだと思い込んじゃって信頼し死んで俺を信じちゃって、なぜかその椅子焦ってるから分かんない感じで、もうやめた、そしたらもう間に合わない時間なんだ、そうするとやばいじゃん、どうしたね、あとだからそのあと5分だったところがもう4分とかなって走れば間に合うだったのに、もう倍ぐらいになったから、あら死ぬほど走って、もうだ一番速かった、あの県で北関東で一番速かった、マジでうわーって走って、1分遅れで入ったんだけど、ギリギリ OK してくれて、あ、もう本当に時間過ぎちゃう、あ、もうあの1分でも過ぎたら場所によってはマジで、あ、ごめんなさい、ダメです、あ、マジでマジで、もういや、システム上ポチしてたらダメ、あ、そうシステム上ポチしたらもう俺がキャンセル扱いになって、いませんねってことね、そう、いませんからキャンセルの人が1人通ります、だからその場でキャンセル待ちの人もいるわけよ、こうやってキャンセル待ちでこの猛者が待ってるわけ、俺キャンセル待ちだからキャンセル当日すればっていう人がいるんだけど、それはそうだわ、その猛者の前でギリ、あれ、今ギリ
今に参ります。あでもまだ大丈夫です。ただもうこの状態こいつ何って言ったんだよ。やっぱ顔さすからさ、高橋さんってなんでかやば、マジで本当だ、人生で一番走ったかもしれない、マジで一番走った。いやでもかかってますから、動画が撮れないからね。だって交通費さ何千もかかってるし、大会にも出れないでさ、別の動画撮れるよね。お茶になっちゃう、ただ北関東ただ走りに行ったやつの動画になっちゃうから。まあなんとかなんとか参戦。ただまあそんな感じ。ただでもなんかね、いい運動になったのか、ちょっとハイになってるの、やっぱり酸素が回ったの。ああいいんだ。っていうので大会です。お待たせしました、はい、これまだ診断出てない時ですか。そうなので今回は 5.5 段、要はラストです、うん、環境的に言うと、うん、第6弾の双璧の覇者ゾロとかサンジが発売前のラストスターターのやつ、ラストです、うん、だから、今回はですねどうしようかと思ったんですけど、リーダー紫ルフィでいきました。出た、うん、魂売ったやつね。そう魂売ったんだけど、でもなんか最近なんかだんだんやっぱ1ヶ月2ヶ月握ればちょっと馴染んできて、うん、まあまあまあいい。浦島も仲間に思える。浦島はもうクビです今。今もう入ってないです。なんで？もう浦島多分紫ルフィ入れてる人いない、ね、禁止カード？禁止カードじゃない禁止カードじゃない、あいつ。いやだから本当刻一刻と変わるんですよ。だからまあその時に合わせて、でまあこのラストの環境ってあの青黒杯がむちゃむちゃ強かったんですよ。まあずっとなんだけど、もうこの数ヶ月強いんだ。もう第5弾の後半はずっと杯だって。この間広島大会あったんだけど、ベスト4杯、2位杯、1位杯、全部杯、しかも広島でやってんのが大会で全部杯っていう、広島弁じゃん、なんか知んないけど。それもまたおもろかったんですけど、まあその杯がめっちゃ流行ってるんで、うん、杯を見た構築にしてったんですよね。まあその対策を対策、そうそう、コスト4をまあそのデッキ下に送る、うん、タップノットとか、うん、あとブロッカー寝かすやつとかね、うん、シープソーンかな、いろいろまあその杯を見ていった感じでしたね、うん、はい、その紫ルフィで行きました、うん、さあ1戦目、はい、なんと赤紫ルフィ。おー、俺が握りたかったやつですね。でも書きやすいんだ。そう、ただ赤紫ルフィはもう本当に上振れ下振れ、これもう波がありますから。1戦目ですね、じゃんけん負けまして、高校の方がいいんだっけ。赤紫ルフィが先行取りたいって感じだから、まあこっちはまあまあ、うん、まあまあまあ先行取りたいけどね、うん、さあ1戦目勝利。おー、最近いいよね。やっぱね、肩のに降りた方が俺強い。ダッシュしてた方がいいんだよ、ね、それもあるかもしんない、マジで。なんかもうってなってたから、うん、多分まだ息荒かったもん、多分1戦目絶対。まあラストね、まあなんとか、うん、まあこっちのね攻撃通りまして、うん、まあちょっとラッキーでした、ここは。正直ラッキーだった。相手結構回ってたから結構やばいなと思いつつだったんですけど、まあ1戦目なんとか勝てました。2戦目赤ゾロ。赤ゾロってなって正直ちょっと苦手です。正直早いとバシバシ来られるとちょっと怖いなっていうところありました。じゃんけん勝ちまして先行、はい、まあゾロだったら先行取っちゃった方がいいな、で早めに7キット出した方がいいなっていう、はいはいはい、あれだったんで、うん、2戦目、うん、勝利。強い、勝利。1ありえるよ、1ありえるよ、このままやばいでしょ。ちょっと頭も冴えてるし、あとなんか走った方がよかったんだよ、ね、走って行った方がいいんだよ、だから次回からか、ちゃんと朝早く起きてランニングしてから行くとかね。まあそれがベストだよ、なんか逆の出口出なくていいんだよ、ちゃんとこうね元気リフレッシュした状態で行くのが一番いいんじゃない、うん、あとまあやっぱメンタルだわ、俺多分もう絶対勝たなきゃじゃなくて、もうまあまあもう負けてもいいし楽しめばってなった方が多分俺ね強いことが分かりました、やっぱりあの前回の経験がそれだったんで。まあまあ相変わらず7キットがやっぱ2枚出せたんで、まあそれすればもうこっちずっと7戦だから、まあそれがやっぱりどうしてもやりたかったのが、やりたかったことができたんで、でまあ相手の方も結構ねサーチがあんま出なかったのかな、まあこれはラッキーもありましたから勝てました。さあ3戦目です。3戦目黄色カタクリ。まあカタクリも強いですよ、まあ杯に強いって言われたのかなこの時で。まあでもね多分頑張ればちゃんとやれば勝てる、黄色カタクリじゃんけん勝ち先行、先行強いですよやっぱ紫ルフィ、ね。3戦目勝ち。ちょっといいじゃん、勝ち勝ち勝ち、やばくない、勝ち勝ち勝ちだぞ。これもカードは確定じゃない、これいけんのか。まあ要はまあ 4-2 で強い人順でもらえるって感じだね。 4-2 すれば、まあほぼほぼで、でも最初に3連勝してたら、まあ、4いけばね、まあ4、まあ勝てる、まあリンリンは結構見えてる。リンリンは持ってるっけ、前回取りましたね、前回1枚取りました。で、なんと私この時点で64人中6位です。すごい、この時点でもう6位。あら結構ね強い方だったらしいんですよね、この3戦目教えてもらったんですけど、その、まあ知ってる方何人かいて、そうそう、あの方、ね、あの方そのここら辺だとみたいなことを言っていたら、え、俺勝ったの、なんで
ここら辺牛耳ってますよ、ね、そんな人はいない、そんなそんなオラつかせてる人はいないみんないい人、カードやってる人みんないい人だからね。ワインエリアはいない、ワインに言ってくれない、ダイナソー龍崎みたいなやついないです。ダイナソー龍崎、ダイナソー準優勝だから、ダイナソー準優勝、世界大会準優勝してるダイナソーはいないです。いないんだ、いないです。さあ4戦目、うん、大事ですよここ。紫ルフィ、なんとミラーです、ここへ来て。ああ、ミラー苦手だからね。ミラーですね。じゃんけん負けまして、はい、やばい、後攻です。まあやっぱ先行取りたいよなって感じなんですが、まあ後攻になってしまいました。まあただやっぱり紫ルフィ結局7キットを何枚出せるか勝負みたいなところになってくると思うんだよね、うん、今で、後攻4戦目、うん、勝ち、強くないか、やばいじゃん、うん、ちょっと高橋覚醒してる、走る走るって大事、夢落ちじゃないのこれ、実はまだ落ちてないで実はベッド君未だ寝てましたじゃないです。夢落ちなんてこの動画やんないんだ夢落ちなのがあるの、これもうここまで来るともう倫理ほぼ確定ですね。あと2回負けたとしても要はもう勝ち進んだ方が強い人と当たるから、うん、強い人に負けた方が要は弱い人に負けるよりオポ率が高いんですよね、オポ率、そうそう、うん、だからもうこの時点でもう結構もうあれ結構もう倫理来てんだみたいな感じ、うん、じゃあもう目指すならカイドウだろうっていう感じになってますね、うん、カイドウだって2枚ありえんだっけ、2枚っけ、カイドウ2枚、2枚、うん、チャンスあるよ、チャンスあるんだよ。で、ここでなんと私3位、あら、もう現状3位です。次勝っちゃうも確定だな、すごいです。だから結構強い人に勝ってるってことなんですよ俺この時点で、うん、さあ次5戦目、うん、黄色カタクリ、ああ。苦手なイメージある。そう、さっきのさっきいけてました、ダイナソーに勝ってるね。ダイナソーもいないですダイナソーもいないあの赤いニット帽かぶった人いないダイナソーみたいな人やるなお前とかな、言ってない言ってないさあ黄色肩くりじゃんけん勝ちまして先行、うん、まあ先行取れたしなんとかいけるかなっていう感じです。さあ5戦目、うん、負けこれ負けると、カイドはきついのかな、次勝って、今負けた人が優勝すればある、あ、今負けた人が優勝して、そう 5-1 で、要は優勝者にしか負けてないようだったらまだありえますね、うん、で、まあここね、俺7キット4枚出せたんですよ。いや普通4枚なんて出せることないの、うん、でも負けたの、めっちゃうまかった相手の方、あ、まあでも正直4枚もいらないんだけど、正直もうちょっとカウンターチ欲しかったんだけど、まあちょっとね7キットを守るべきだったんだ。インセクターだったんだね相手が。いや、ハガじゃないです、インセクターハガじゃない、エクゾディア船から捨てるやつになりますで、私この時点で負けてまあ7位になりました、うん、結構落ちました。あ、さあ6戦目ラスト、うん、なんと赤紫ルフィ、おお、勝てんじゃない、さっき勝ったし、 なんとここまで来て、あのまず杯と一回も当たらないっていう杯用にしたデッキなのに杯と一回も当たんないっていう、こんなことあんのって。まあでもそれがあるから大会なんですよね。で赤紫ルフィじゃんけん勝って先行取りました、はい、うん、まあちょっといいよこの時点では結構いい感じです、うん、さあラスト、うん、最終戦ここ勝てばワンチャンカイドウがあります、はい、ラスト負けちゃんとねちゃんと負けたかちゃんと負けちゃんと負けたか、いやもうでもこれはもう絶対負け、もう分もあったら勝てないのやっぱり、もう分に分もあった、もう強かった、分に分も、もうトリガーからもう鈍化速来たし、もう相手も鈍化速、あーもう無理だ、話なんだ、話なんだった、あでもまあラストギリギリだったかな、なんとか一応その中でも組み立てて組み立てて勝てそうだったんだけど、まあやっぱ無理だった、うん、であでこっち7キット0枚した、もう絶対勝てない、まあしょうがない、あと上手かったしね、もちろん相手の方も上手かった、でラストなんとここですね、うん、俺がずっとやりたかった、うん、ギアフィフスで最後負けます、あ俺が握るのを諦めた赤紫ルフィでのギアフィフスで負けました、この今季俺がやりたかったことで最後、これつらいね最後グサーとバジュラフガンがもうダーもう父生まれましたけど、それはつらいわ、これつらいね俺がやりたかった、いやでもやっぱだから強い人は強いですよ、もちろんね、というわけで、まあ、4-2 です。ただでもワンチャンまだ分かんないからね、さっき取れるとは言ったけど、うん、このあと16位入ってないとビッグマンはないですから、うん、もうなんか確定の雰囲気出してましたけど、そうか違うのか、ワンチャン分かんないです、はい、さあ、はい、私 4-2 でした、はい、4-2 だったらまあリンリンチャンスありますね、うん、最終順位、うん、10位一番高いんじゃん、今までで、危ないじゃん、危ねえよ、でもまあ見たからねこの前、見たから見たからねじゃねえよ、だって見たからねじゃねえよ、2個目でしょ、やったよ、2枚目ですよ、カード判定になってきた、2枚目だぜ、やったぜ、リンリン、1枚どっちかが、もうあげない、絶対あげない、絶対あげないです、お裾分けでいい、お裾分けしないよ、
やりました、やったよ、いや嬉しいわ、2枚、いや初めてかも、このベスト8賞2枚。そうだね、前回クイーンの時は1枚だけ取れたんだけど、1枚しか取れなかったから2枚は初ですね。結構強くなってきたよ、うん、いいね今も結構3年変えた子、俺結構強くなってきた。めっちゃいいじゃん。でそういう人は羽賀に勝ててないし、いないです羽賀は。1回目負けた人は優勝、優勝してませんでした。ああ、じゃあ負けた時点で、まあ、どちらにせよカイドはなかったですね。カイドはなかった。いやだからまあ惜しかった。いや本当に、いやもう俺本当もう1判断の差だったのよ結局。まあそれが結構ね、もちろんカードゲームだからうわあそこで足とけばみたいなのが、まあ、後からでも反省できるようになってた。あそこが良くなかったのがもう分かるようになってきた。昔はできなかったんだ。できなかったよ、もう何にもできない。もうそんで半べそ書いてないから動画でねえ、9月なんて。でもあの9月の経験があったからかも、やっぱり。あそこで俺らも指導したしね。してねえよお前ら。なるもん。はい、というわけで、まあブラックシップね、今月もなんとリング取れました、うん、まあ一応12月も確か1個だけ通ったのかな。であと、うん、あの EX もありますから、大規模会場で1000人規模で、あ、要はあの前にも1回や行ったやつかな。これなんだけど、それも一緒、これも一緒。あ、一緒は一緒で、5勝したらカイドウ、4勝したらリンリンみたいな感じかな。前は結構なんかくじを飲んだんじゃないか。いや結構きつかった。 3-2 で取れなかった、確か前回。じゃあラスト、ちょっとスタバね、一応、まあ、こっちの方が軽い大会なんで。で今回なんと6段階級始まってのスタバでした。うん、いやこの間の発売されて、その後行ったんで、あのもう6段環境なんで新カードなんですよ。でみんな強い、うん、なんだけど俺らまだ開けてないじゃん、うん、いやだからやっと今日開けれるのが嬉しいんだけどね、一箱しか開けてない。そう、一箱しか開けてないから、もうカード揃ってないわけ。それで挑みなよ。いやいや、だからルーキーのままよ。一人だけ5段環境、みんな行ったの。まあもちろんリーダーは5段の人もいたけど、中身はもちろん6段環境、俺だけ5。でもやっぱ5で勝つっていうのはかっこいいのかな。でしょ。でもやっぱ初週ということもあって、であと僕が行った店舗がそんなに人が集まってない店舗だったの、うんうん、だから全部でね7人しかいなかったのかな今回。おそうで、あの相変わらず優勝したらあのトレクルルフィで、実はあれねラストです、もう今月がラスト。俺持ってないの。だから勝ちたいの。で優勝したらルフィで、あと最後じゃんけんで勝ったらルフィ。出た、何じゃんけんの。これがじゃんけんの方がいい、楽しみだね。これはね7人の方が7人でしょ、ありえるでしょ。そうそうそう、5分の2もらえるのね。そうそうそう、あ7分の2、7分の2よ。めちゃくちゃいい、全然ありえるよ。初戦なんていきなり苦手対面、赤黄色ベティ、ベロベティですね。ベロベティ分回ったらもう勝てない、もう紫のフが。ただこれ初戦じゃん勝ち先行、先行取れまして、うん、初戦6段環境です、うん、勝利。もう、あれちょっと待って、俺なんか覚醒してんな最近。ベノベティは もともといるリーダー、前回の5段だね、5段のリーダー、ルフィと同じリーダー。ただでもあの革命軍強化が何枚か来て、それもちろん入れられてたんで、だから6段のベティだったんだけど、ここはなんとか勝てましたね。まあまあラッキーもあった、そのトリガーから結局こうキャラが並ぶのが怖いんだけど、それがほとんどなかったから、まあラッキーもありましたね。ラッキーでしょうね、ラッキーだ。うるせえな。いや、自分で言ったから。いや、自分で言うのいいんだけど、ラッキーでしょうねえの上からは。自分で言ったから。ラッキーでしたって、まあ、それ謙遜じゃん。それ謙遜ないと、そんな上からあんまし潰さないの。まあ、ラッキーでしょうねえじゃん。上から興味しないの。はい、2戦目。なんとここへ来て、杯。あ、青黒杯。強いの来たよ。ただ、青黒杯、第6弾、むちゃんこ強くなった。またさらに強くなった。さらに強くなった。要は、サーチカードで、ついに田尻で、海軍サーチカードが来たのよ。あら。つまり、安定感増しちゃったの。もう強いんだな、どんどん強くなっちゃうんだ。めちゃめちゃ強い、杯マジで強い。まあ、ただそれに勝ったら本物ですよ。本物で、これやっぱね、高校取りたいですよ、杯だと。もう先行だともうマジで絶対勝てない、うん、先行じゃんけんかけまして先行。はい、絶対勝てない戦い、負け。強かった。あ、もちろん、相手の方強かった、もちろん相手の方強かったね。もう何やっても取られちゃうから。あ、そうなの。そうそう、もうあのこれ的にだから、やっぱ高校でマゼラン出してってやって、なんとかだと思うから多分ね。まあもう何にもできない、もう出したら取られ、出したら取られ、はいはいはい、ずっとリーダーしかいないみたいな。で、2戦目負けました。なのでもう ルフィはないっす。じゃんけんじゃんけん、もうこっからじゃんけんだね。じゃんけんがあるからね。まあでも一応最終戦、うん、ラストですね。なんと診断リーダー黒モリア。モリア強いと思います。楽しみだね今日も。強いな。そうそう、開封も強度モリアモリアモリアじゃんかな。モリアアンチすんなお前。一応声優ホウキさんだぞ、ジンベイと同じなんだぞ。体験も面白いしね、モリア。ラッキョ体験。カードどうやって強いの。カードめっちゃ強い。杯かモリアかみたいな、結構トップって言われてるね今の取ってる時点でね。おー、いいね。モリアもうトラッシュから延々と出てくるの、ゾンビみたいに。それがおもろいの。箱行ってもそう、そっから出て、むっちゃ出てくる。それが面白いんだ。ちょっと使ってみたいし、ね、女性デッキだ。いや、ほんとそう、ほんとそう。はぁ。で、モリア、ジャンケン勝ちまして、先行。ちょっと分かんなすぎて、正直分かんなかった。先行5個いいか分かんないから、とりあえず先行取ってきゃいいやと思って。ラスト。
んと勝利。落ち勝った。ちょっとだから何が俺結構ね強くなっちゃってるかもしれない。あ、そう。最近覚醒してるかも。まあでもこれちゃんとランニング、あ、この日ランニングっていうか確かにちょっと運動してたわ朝。運動してから行こうかな、舞台から。いいじゃん、絶対いいんだよ、ね、頭冴えてた。やっぱアップって大事だからね。アップって呼ぶんだカード。アップ確かに。アップしていくでしょ。有酸素運動いいかもね。運動部アップするでしょ、みんな。あれとしてのカードも運動なんで、だから。いや実際そうかも。スポーツかもしれない。確かにそうかもしれない。まあこれは本当にもうなんか一筋見つけたって感じだった。ラストカイドウさえ来ればカイドウさえ来ればっていう感じでカイドウが来て、おおおおめっちゃ音楽流れた。ちょ、ほんと俺もテレ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 間違ってって言われてるよ、カイさんは。そうそう、俺あんま知らないの、うろ覚えのあれ、あの、でも本当にもうカイドウさえ来れば勝てるって状況で、まあ来なかったもワンチャンス、あの2000カウントのフランキーが来て速攻にすればワンチャン通ればっていう、まあまあそのそれだけを狙って、そしたらテレ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 、光ってた、もう光って見えたね。まあ、というわけでなんとか6段関係でもなんと2-1。おお、そうそう、すごいじゃん。だから俺ちょっと6段もルフィは握り続けようかなって思うね。ただでも杯がちょっともうどうしてもねきついと思うんだよな。まあね、強いからあいつ。いや強い、ほんと強い、強いよね杯、マジで強い。どうして上がってるんだろうって今ね、もう日々考えてます。さあ、まあこういうわけでラストじゃんけん勝負です、はい、まあ7人しかいません、うん、でも優勝者が省けますから6分の1です。めちゃくちゃいいじゃん。いけんじゃない、こんな、ね、こんなチャンスなかった今まで。ないよね、めっちゃチャンス、ルフィまだ持ってません、はい、欲しい、いきましょう、じゃんけんぽい、俺だけ負け。なんでなんで俺だけ6分の5勝ち、俺だけ負け。そんなことある。じゃんけん勝ってよ。いやでも実を言うとほぼ勝ってるんですよ、じゃんけん。あのほぼっていうか確率高いよ。俺だってほら勝ち越してる、じゃんけんで言うと勝ち越し、うん、じゃあ最後負けちゃう、負けちゃう、最後負け、負け、全部がマイナス台無しだよね、それで負けたら。大人数じゃんけんこそが、こそが正義よ。そこで勝ちたかったんだ。なんか地区のさ、そのあるじゃん、じゃんけんで、それ参加しない、いろいろ回って、それで勉強しないよ。それも結果報告やろ、旅ちゃんでさ、そっちも回ってさ、地方のじゃんけん大会あんまアナウンスされないから。じゃんけん大会じゃなくてプレゼント大会の抽選方法がじゃんけんってだけで、じゃんけん大会しますはないよ今の時は。ないんです。はい、という形でございました。まあなんとか人には取れましたのでね、まあ、今月も良かったんじゃないかな。だからちょっと次からどうなるかな、ね、一応その第6弾結構勉強はしてるんだけど、おもろいどい、まあ正直ね、まあヤマトが唯一まあ好きかなぐらいなんだけど、うん、そんないないんだ。だから結構女性なんですよね、女性と、あとモリア、ホーディで、まあヤマトかなとも思いつつ、まあ俺的に好きなキャラがまあ一番はヤマトかなみたいな、うん、でもヤマトも好きだけど、だってやっぱルフィに使いたいんだけど、どうかなっていう感じであるかな。はい、というわけでまたちょっと来月もね、いい報告ができればと思います。で来月も多分ね、もう末、月末に通ってるのがあるんで、またちょっと1月入ってちょっと経つかもしれませんが、はい、お楽しみにしててください。はい、そんな感じでございました。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。また来月も報告します。お疲れと思っていただけたらぜひ高評価お願いします。いつもありがとうございます。明日も楽しみに、またね。じゃんけん大会あったら教えてください。だからお願いお願いします。